こんにちは、安西です。今回は千葉県の山を登りたいと思います。千葉県の山といえば一番人気なのはのこぎり山で、もう一つですね、千葉のマッターホルンと呼ばれる硫黄ヶ岳という山があるそうなんですけれども、今回はのこぎり山を登りたいと思います。はい。で、のこぎり山は車でだいぶ上の方まで行けるようなんですけれども、もちろん下から歩いて登山していきたいと思います。駐車場はですね、こちらを利用しております、カジカ旅館さんですね。この辺りの駐車場がですね、だいたい相場700円800円ぐらいというところで、まあ、ここも700円なんですけれども、なんとですね、入浴付きです。日帰り入浴付きです。はい。ということで、下山のね、温泉込みで700円ということで、めちゃめちゃお得です。はい、ということでね、早速登っていきたいと思います。はい、登山口まではですね、市街地を歩いていきます。のこぎり山まではだいたい1時間半ぐらいのコースタイムとなっているんですけれども、ちょっとね、それだとあっという間に終わってしまうかなと思いますので、今回はさらにその奥、このこぎり山、小のこぎり山、ちょっと読み方あれですけども、この動画では小のこぎり山という風にしましょうかね。はい、そちらまで行こうと思います。ちょっとね、登山道は途中からバリエーションルートみたいな感じになってるみたいなんですけれども、結構ね、活動日記が上がっているので、それを参考にしながら行こうかなと思っております。なんかですね、もう日本とは思えないような絶景が広がっているということで、非常に楽しみですね。はい。はい、分岐ですね。山頂までは右側の関東ふれあいの道コースと左側の車力道コースとありますが、今回はこちらの車力道コースから行こうと思います。はい、しばらくですね、舗装された道を歩いてきたんですけれども、ここでようやくですね、砂利道になりました。ここから徐々に登山道っぽくなっていく感じでしょうかね。また舗装された道になりました。ベンチとかあったりね、かなり整備されてますと思ったら、また砂利道ですね。はい、こんな感じです。どうやらこののこぎり山周辺は採石場がたくさんあったのかな。房州石と芸術の町金谷だそうです。はい、そしてね、ここからいよいよ登山道っぽくなってきます。こんな感じでね、根っこはびこる登山道ですね。はい、9時55分、35分ぐらい登ってきましたね。ビューポイントが現れました。こちらです。海、東京湾ですかね。大型船とか小型船とかいろいろいますね。いや、これは山頂からの景色、ますます楽しみですね。引き続き頑張ります。石段ですが、結構しんどい登りが続いております。なんかありますね。一
行ってみましょう。わ、すげえ、なんだここ。おお、すごい。こっち側も、うわ、すごい、何これ、ひえ、高い、声が響く、すごい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 、はあ、すごいしか言ってない、深刻な語彙力不足です。ちょっと待って。鯉がいます。鯉、すごいですね。これだけの高さの石を切り掘ったっていうことですよね。ちょっとラピュタっぽいですね。遺跡のような感じがします。少し登ったところにも採石場跡のようなところがありますね。遺跡とか廃墟好きな方にはたまんないんじゃないでしょうか。いやー、階段きついですね。こことか結構高さありますよ、一段一段。うわ、大変だ。よいしょ。よいしょ、登った。あー、展望なし。あ、こっちすぐ行ったとこに展望台ありそうですね。行ってみましょう。いや、展望台への階段続くね。あ、でも青空が広がってる。うわ、すごい。へえ、最高じゃないですか。あそこ元名海水浴場というところなんですけども、海の色綺麗ですね。東京湾とは思えない。あっちはね、今日は霞んでますけど、空気が澄んでれば富士山が見えるそうです。いや、残念。はい、これだけの展望を見せられちゃうと、もうなんか山頂どうでもよくなっちゃいますね。はい、でもまああと少しだと思うんで、引き続き頑張っていこうと思います。はい、せっかく登ったところを少し下ります。先ほどの展望台からのこぎり山山頂までは15分くらいといったところですね。建物が見えてきました。もう間もなくですかね。まだでした。また一旦下らされます。よいしょ。うん、結構歩いてるけど、そろそろかな。標識がありますね。よいしょ。
あ、山頂か。ここ山頂だ。はい。三角点。そして、のこぎり山、329.5メートル。登頂しました。やりました。なんか急に現れました。でね、展望割る。ここだけですね。先ほどの展望台の方が良かったですね。はい。ということでね、僕がイメージしたのこぎり山の風景、なんかせり立った崖みたいなのあるじゃないですか。あれってどこだ、ロープウェイの方ですかね。ちょっとまた帰り余裕がありましたらそっち行こうと思いますが、まずはですね、ここからさらに奥、小のこぎり山へ行きたいと思います。はい、10時45分山頂出発しました。次のね、小のこぎり山までは正式なコースタイムはないんですけれども、多分1時間ちょっとぐらいで行けるんじゃないかなと思われます。とりあえず途中まではですね、この関東ふれあいの道伝いに行きます。 1.3 キロの林道口っていうのは登山口ですね。あ、開けました。すごいですね、なんか湖、ダムかな、ありますね。結構森林に囲まれてます。あっち海ですね。はい、林道口ですね、到着しました。11時15分なので山頂から30分ぐらいで着きました。はい、ここに車もあるので、ここからのこぎり山山頂を目指す人もいるようですね。はい、でこっち側が穂田駅、駅の方なので、ここからね、縦走して下山するルートもあります。はい、一方で、小のこぎり山はですね、地図にルートがないので、過去にね、登った人の軌跡をダウンロードして、それを頼りにしながら行く感じですね。では行ってみたいと思います。はい、こっち駅へ下っていく道なんですけれども、ちゃんとね、標識ありました。小のこぎり山、佐賀山方面ですね。で、ピンクのリボンもね、ちょこちょこ見受けられますので、まあそれもね、頼りにしながら行こうと思います。結構ね、登る人も多いのかもわかんないですけど、道がね、しっかり歩いた跡があります。ピンクのリボンもね、こまめにつけてありますので、今んとこ大丈夫ですね。結構ね、危なめな道もありますね。よいしょ。この左側とか結構もう崖になって危ないですね。で、一方足場は結構土がね、むき出しになってたり、枝があったり、滑りやすくなってますので、よいしょ、慎重に行きたいと思います。
お、道が分断されてる。ここはですね、幅2メーター50ぐらいですかね、思いっきり助走をつけてジャンプすれば渡れますっていうのは冗談で、ちゃんとね迂回できますので大丈夫ですね。すごいですね、ここもなんか道だったんですかね。で、一見ここにリボンがあってこっちのような感じもしますけど、小のこぎり山方面はこっちですね、尾根沿いに行くので、はい、このまま渡っていきます。なかなか荒れてますね。よいしょ。わあ、すごいな。またこれ下って登る感じですかね。よいしょ。狭い。いや、もうなかなか険しいですね。しんどいね。あ、着きましたね。またこのパターン。はい、小のこぎり山196メートル、低いですね。登場しました。やりました。よいしょ。はい、で今僕のね、もう眼前に広がってますよ、これが千葉の絶景か。すごいわ。はい、ということで小のこぎり山からの景色でした。いかがでしたでしょうか。これすごくないですか。採石場だと思うんですけれども、グランドキャニオンに似てることからですね、暴走グランドキャニオンというふうに言われているそうです。いや、もう圧巻ですね。ここまで来た甲斐がありました。はい、ということでね、今回はのこぎり山とその奥の小のこぎり山を登ってきました。
のこぎり山はですね、本当コースタイム通り行けば1時間半ぐらいで登れる簡単な山ではありますけれども、本当にね、途中で見た採石場、すごい高さのあるところですね。あそこはもう僕は感激しました。驚きました。とてもいい山だなと思います。山頂自体はですね、あの眺望悪かったんですけれども、途中のね、展望台からの景色はものすごい良かったんで、あそこでね、富士山が見えたらまた最高だなと思います。はい。で、小野小切山の方はですね、途中までは普通の登山道なんですけれども、途中からね、地図にない道になりますので、そこに入っていくと、ご覧いただいた通り結構ね、危険な箇所も多かったかなと思います。なのでね、動画でも紹介しきれなかったポイントとかもありますので、このね、動画を鵜呑みにして、あ、簡単に行けるわとか思わないで、小野小切山まで行かれる方は万全の準備で臨むようにお願いしたいと思います。はい。で、今日はですね、もうピストンで戻るんですけれども、一旦林道口まで戻って、そこから穂田駅の方まで下っていく縦走ルートもありますので、まあそこはちょっとバスとかいろいろ考えなきゃいけないんですけれども、そういったルートもあります。僕はもう車を登山口に置いてあるので、ピストンで、帰りたいと思います。なのでね、帰りの動画はちょっと割愛させていただきます。動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。